ございます。エンダルカです。さあ、バトルステーション第4戦ということで、今日はですね、D ステーション平塚駅前店さんにお邪魔しております。なんと、抽選がですね、2番持ってます。いつも抽選はいいんですけど、まあ、その後がね、今までは、いいところ見せられなかったんですけども、今日もあれを狙っていきたいと思います。散々やられてきまして、ちょっと結果の方がですね、ダントツで私今ビリ、本当にダントツのビリで、プラスの人がモロゲンさんしかいないという状況なんですけども、まあ、あの騎士を打てばぐんと朝一行けば巻き返せるんじゃないかなと思っておりますので、朝は迷わずにですねあれ行きたいと思います。とりあえず全部私マイナスになってるので、いいところをお見せしたいと思います。頑張ります。何に行くかと言いますと、朝一はもうあれを倒すしかない。そうです、これを倒します。昨日出てないのにしようかな。まあ角からやろうかな。早く回すことがあれなんですね、大事ですからね。さて今日もこちら沖時からと思います。もうすでにですね、朝一結構じゃんじゃん皆さん光ってるのでね、ほらすごいでしょ。私も期待して3分の1引けるように頑張りたいと思います。めげない、今回もこれと戦う。まずはほかがね空いてたら結構ちょっとずつで移動しちゃおうと思ったんですけど、その作戦ができない。来たー、よかったー、67回転、あーよかった。バトル選手はいけるんじゃない、今回は。いやーもうね、みんな光ってたからね、よかった行きました。あとは抜けば、あー光らか、もう心の中でお願いしますってめっちゃ言ってますから、お願い。ですよね、ですよね。さあもうここから行くしかないが、また突入してます。いやースイカン、54回転、あ、やった、これで本当天国行ってください。さあそしてさらっとさらっと2回目も上がらず、
つも通り、なんだろう、ちょっと強いことじゃない、誰かと相性があるのかな、あのメンバーの誰でしょうか。打つしかないです。私もぼーっとしてた、カメラマンさんもぼーっとしてたけど、光ると思わないもん。3度目の、3度目のお願いします。はい、さーい。プラスですからね、今回は先端の奇跡、今までの分をどこまで伸ばせるかなって。私いける、とりあえず4000枚マイナスだけど今日の分もあるから刺激で3000枚ぐらい、いや謙虚なことは言ってられない、全部負けちゃえばいいけど、まあでも2000枚でも嬉しいな、今1000枚です。
さて6連が終わりました。私にしたらとんでもない。プラスですよ。なんか遅れた気がしたけど、あーしかも高速、わしょい2箱目奇跡。まもなく1500枚。来た。どうしたせんだってここに書いてほしい。え、ほんと巻き返せるかも。4000枚でしょ、すぐですよ。しかしこれで1500枚だと思うとマイナス4000枚って結構ですよね。3倍でしょこれの。4300枚とかだったから、いやーよく使ったこと。抜けました。でも8連、そして1600枚。さあここからが大変です。どうしましょう。投資 1,2 で今日は勝ちですけど、4000枚のマイナスがあるのでちょっとぐるっと見て考えます。いや結構混んでるからね、何を座るって。良すぎ、これ気になるね。ちょっと抑えます。今までお気どきで行って行って飲まれたりしてたんで、パイナップルもだってあれだし、ちょっとあの一撃をやめます。お気どき、今日は片子いく。さあということで本日2台目、はなはなちょっと良さそうだったので打ってみようかなと思います。ね、今いいけど続くかなって話ですけど続けます。おきどきは、いつも追って失敗してたんで、今日はさらっと1500枚出たし一旦やめます。離ります、なはります。すごいね、朝から絶好調だこの台。淡々としてますね。やっといかった、450までいっちゃったけど、バカいくな、ね、これでまた確率をちょっと縮めるように連チャンしてくれたらいいけど。
早い、離れんしました。早いね。移動して正解なのかな。私今日今までと違う。やっと、はじめまして、バトルステーションセンタルカです。これこれこれ、引き強いんですもん。わお、ちょっといいですね。負けだけど46回転。さっきは右、あ、失敗した。今完全になんか前半終わるかなと思って油断してました。また右。わかるチャンスカードを引きたいと思います。私いつも一人なんだよなこれ。真ん中いきます。お、やったやったやった、いつも一人だったの超嬉しい。これでちょっと私群を抜いて今出てんじゃないかなって勝手に自信を持ってます。あとバッチさんは南国物語売ってる気がするって思ってます。こんな出てんの？あ、でも投資が結構いってるんですね。いやいやいや、まあ、モロゲンさんポーズがいい。はいはいはい、ヒョウさんも出てる。あ、マナさんちょっとしか出てないのか。え、なんかみんな今回順調ですけど。あ、でも私の写真が一番めっちゃてんこ盛りなのか伝わるから、よし勝てます、ありがとうございます。今回は大丈夫です。みんなの方も見れたし、ちょっと気持ちも安心しました。後半も頑張ります。ダーン、早い、200かな、ビッグ、いい台、いい台です。絶対今日硬いですよこれ。勝てる。あとはもう時間が限られてるんで、ビッグに寄ってくれて続けばいい台でしょう。早い、ビッグがいいな。よし、しかしめっちゃ花花コーナー盛り上がってます。わお、絶好調、いいですね。予定通り、宣言通りか、こんなに待ってると思わなかったけど、マジで巻き返せるかもしれない。まだ時間ありますからね。わお、わおわお、どうした、私しかもビッグに寄っている。これで3箱目に突入いたします。絶好調、わお、ビッグだ。どうした、どうした、
か。115分の1ですって。めっちゃいい。この勢いを1時間。200人いっただけでハマった気分なんですけど、あまりにも良すぎたかな。ビッグ。でもハマった355でハマったってね。まあでもそれぐらい運転でしたんで。いい台ですね。ちょっとハマった分ポンポンと出たらいいけど。残り時間1時間を切っております。順調。ビッグだ。よかった。残り時間が少なかった。嬉しいね、このコップは。ってなるとまた欲が出てもう一回と思っちゃうんですよね。あ、今スイカもったいない。おお、わお、完全にボーッとしてた。来た。どうしよう。完璧じゃない？あと5分ぐらいでした。はい。ということで時間が来たので実戦の方が終了となりました。ご覧の通り大満足です。詳細は。エンディングで。結果発表。一人で結果発表です。さて今日はですね、まさかの先だ、やっと目を覚ましました。投資の方がですね564枚、そして、回収2533枚ということでプラス1969枚です。初プラス、初プラスです。そしてさらにですね、置き時からの花々と置きスローですね、両方打ちまして、まあ、沖縄那覇ということをやっとここで使いました。那覇、だいぶね4戦まで何もなかったんで今更感ありますけども、いやこれでやっと私もちょっとね皆さんのところに近づいたので、なんとかして追い抜かして優勝したいと思います。次回とファイナル残しておりますので光が見えてきました。頑張りたいと思います。皆さん応援してください。ありがとうございました。